こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、実は着こなすのが難しい白 T を大人っぽく素敵に着こなす方法ということで、皆さんに動画をお届けしたいなと思ってます。まあ夏の主役といえば白 T 間違いないと思うんですね。まあ T シャツいろいろとカラーバリエーションある中で、最もベーシックで清潔感があって爽やかに見えるのが白 T シャツのメリットで、結構皆さんもですね、1枚ぐらいは過去に買ったことがあるかなと思うんですね。まあ YouTube を見ていても白 T をおすすめされている方はすごく多いかなと思うんですが、個人的な見解ですと、結構白 T って着こなすのが難しいかなと思ってるんですね。先ほどもお伝えした通り、メリットたくさんあるんですよ。清潔感があって爽やかに見えるというところもあるんですが、一方でデメリットも結構あって、シンプルすぎるがゆえにですね、着てもなかなか素敵に見えづらいというところもあるんですね。まあシンプルすぎてしまって人との違いが出しづらかったりだとか、シンプルなのはいいんだけども、そうなるとですね、見た目の良し悪しですね、例えばイケメンなのかだとか、スタイルがいいかどうか、そこに大きく左右されて、似合うか似合わないかが大きく分かれてしまうというところ、そこがですね、白 T シャツのデメリットというか難しさなのかなと思います。僕はこれまでですね、スタイリストとして13年間、本当に一般の方を対象にですね、いろんな方をスタイリングしてきたわけなんですが、白 T はですね、結構提案するんですが、ハマる方とハマらない方結構分かれるんですね。そのあたりをしっかりと皆さんにもお伝えしながら、じゃあどのような白 T を選べばいいのか、そして白 T を着こなすときにはどんなポイントを意識しながらコーディネートをすればいいのか、今回はこちらの動画で徹底的に解説をしたいなと思っていますので、白 T にちょっと苦手意識を持っている方もですね、こう着こなしていただければかなり似合いやすくなるかなと思いますし、白 T のデメリットを補ってしっかりとですね、メリットの部分を享受できるような、そんな動画にしたいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべく分かりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、ここからはですね、実際に白 T を着ながら皆さんにですね、分かりやすく白 T の似合わせ方というところをですね、解説したいなと思ってるんですが、まずはベースですね。これは僕の中ではですね、令和の吉田栄作スタイルという形で呼んでいるんですが、もう一番オーソドックスな、これが OK パターンというわけではないですかね。あくまでここをベースにどう変えていけばより似合いやすいのかというところをですね、着替えていきますので、ぜひ楽しみにしていただきたいんですが、もう一番定番的な着方をまず皆さんにお見せしたいなと思います。まあ、僕ら世代だとですね、白 T にデニムといったら吉田栄作さんをですね、連想するわけなんですが、それをですね、まあ、令和バージョンとして組んでみたのがこんな感じかなと思います。まず T シャツなんですけども、今回はですね、白 T を3枚用意してるんですね。その中で今僕が着てるのは、ユニクロのスーピマコットンの本当にベーシックな T シャツなんですね。まあ、僕は164センチ53キロと小柄なので、まあ、S サイズが適正なんですが、まあ、あえてワンサイズ上げたんですけども、これでもね、結構タイトな T シャツで、こうなると僕の中ではですね、ちょっとこう白 T というよりは肌着感がしてしまうかなと思うんですね。まあワンマイルウェアだとか部屋着であったらこれぐらいのサイズ感もいいかなと思うんですが、ちょっと1枚で着るにはですね、手抜き感というか部屋着感が強いかなと思うんですね。まあこういったものに対して細身のブルーデニムというところで、まあ吉田栄作スタイルの代表的なところですね。まあこういったドシンプルなコーディネートが、まあめちゃくちゃ悪いかというと、まあこれはですね、人によって評価はまちまちかなとは思うんですが、僕はちょっとですね、今の時代感にはあまり合ってないかなと思うんですね。まあ、正直ですね、このスタイルをかなりイケメンの方だとか、スタイル抜群の方がやったら様になると思うんですね。というのも、顔立ちだとかスタイルの良さで、こういったシンプルなスタイルが引き立つからなんですね。ですので、ある程度ご自身のですね、まあ体格ですね。まあ例えば筋トレをしていて体つきが良かったりだとか、まあスマートで身長が高かったりだとか、あとは雰囲気のあるような男性なんかも、こういったド定番的なスタイルは似合うんですが、ただ僕も含むような一般的な男性だと、なかなかこのスタイルは難しいかなと思うので、これをベースにしながら、まあ少しずつですね、変化をつけていきたいなと思うんですね。で、先ほどもお伝えしましたが、白 T の良さというのは清潔感だとか、シンプルさなんですけども、デメリットは本当にこうシンプルになりすぎてしまって、退屈に見えてしまうというところ
なんですね。そこを補うためにいくつかですね、アクセントを取り入れていくということ。ここが今日一番重要なことなんですね。まあアクセントといっても様々な種類があるので、まあ一つずつ見ていきたいなと思うんですが、まずはですね、例えばこの手元ですね、ここが何もないとすごくですね、半袖の T シャツとか、まあこれは半袖のシャツもそうなんですが、寂しいんですよね。なのでここはですね、ぜひですね、皆さんには時計だとか、まあ場合によってはこう軽めのアクセサリーですね、バングルだとか、そういったものをつけてもらうだけでもだいぶ見え方が変わってくるので、まずは手元のですね、僕がいつもしているような時計、ここをつけていきますね。はい、時計をつけるだけでもだいぶ印象変わるんですよ。はい、もう本当に小物でちっちゃな部分ではあるんですが、どうでしょうか。このような形でまずは時計を差し込んだだけでもだいぶ変わってきますよね。そして僕はもう夏場はですね、必ずバングルをつけるようにしてるんですね。まあこれは結構賛否両論があって、女性からするとアクセサリーの数は少なければ少ないほどいいですね。まあ時計が苦手という方はいらっしゃらないので、僕はこれはありだとは思うんですが、まあバングルとか、まあこういったですねアクセサリーはまあ賛否両論があるので、まあそこはですね人によりけりかなと思うんですが、僕はつけます。女性評価よりもちょっとアクセントをつける方が好きなので、こういった形でまずはアクセサリーを投入してみましたが、だいぶね雰囲気変わったかなと思うんですね。どうでしょうか。僕の中でもちょっとだけ気恥ずかしさがなくなったんですね。ただこの T シャツのシンプルさってやっぱりどうにかしたいなと思うんですね。ちょっとこれをどうにかしたいなという時に、まずはですね T シャツの素材感だとかサイズ感を変えることが大切なんですね。そこで今回ですねご用意しているのがこちら、ユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツのホワイトですね。これがやはり使い勝手がいいですね。値段は1500円で買えるというところで、まあ、この価格帯の中では白 T 最強は間違いなくこれだと思うんですね。まあ、いくつかポイントがあるんですが、まあ、実際に着ながら解説したいなと思います。今回はこの場でどんどん着替えたいなと思うので、皆さんちょっと失礼しますね。下に着てるのはこれです。もう相変わらずこれですね。グンゼのチーク。ね、ボートネック状のやつ。まあ、特にね、こういった白 T 着るときに、まあ、素肌の上に着るっていうのも、まあ、基本的に NG です。このね、乳首が浮いてしまったりだとか、あとはですね、なんかやっぱりこう清潔感みたいなものがないので、インナー1枚着た方がいいと思うんですね。で、ベージュがね、この1枚で着るとね、めちゃくちゃおじさん臭いんですが、透けないんですよね。特に白 T は透けやすいので、このようなベージュのインナーがおすすめです。グンゼのインティーか、僕はシークを着てるんですが、まあ、そのあたりチェックしていただきたいなと思います。はい。ということで、白 T を着替えてみました。どうでしょうか。だいぶ先ほどと比べると、サイズ感がゆったりしましたよね。これはですね、サイズは M を購入しています。で、先ほどもお伝えしましたが、白 T を着るときには、まあ、シンプルになりすぎてしまうので、どこかにですね、トレンド感とかアクセントを入れた方がいいかなと思うんですね。まあタイトな T シャツよりは少しこのようなゆったりとしたサイジングにすることでインナー感が抜けるんですね。タイトなものだとこれ部屋着ですかっていう感じがするんですが、まあこういった白 T シャツで少しゆったりめ、袖もね、ゴム丈になっていて長さがあるので、こういったものを着ることで上がゆったりめで下がちょっとタイトということで、いわゆる Y シルエットという形になるんですね。そうするだけでもだいぶですね、見え方としては雰囲気が出てくるかなと思います。これだったら結構ベーシックな着こなしとして、このまま出てもそんなに悪くはないかなと思うんですね。まあタイトなボトムスということで、夏はね、ちょっと暑くはあるんですが、こういったものも王道的で僕はいいかなと思います。で、T シャツの厚みなんですが、先ほどのツーピマコットンって結構薄くて透けるんですよ。なので、ベージュの感じとかが少しこう、うっすら見えてしまうんですが、一方でこのようなエアリズムコットンだと少しサイズがゆとりがありますよね。なのでサイズ的にピチピチしないので透け感もない。あとはですね、生地の厚みもちょうどいいですよ。これぐらいだとちゃんと肉厚感も多少はあるので、しっかりとした見た目になりますし、バランスとしてはすごくいいかなと思うので、こういった白 T を選んであげるのが一つポイントかなと思いますね。これがもう一番手軽に買える最強 T シャツなので、ぜひ皆さんも見ていただきたいなと思います。はい、続いてですね、じゃあどこを変えようかなというと、ボトムスなんですけども、タイトなブルーデニムっていうのが今旬かというと、あんまり旬じゃないですよね。定番的であって、これはこれでなんかいいかなとは思うんですが、このね、ボトムスを変えてみましょうか。はい、じゃあちょっとね、このまま脱いでみますが、
これをですね、ちょっと今っぽく変えてあげるのだったら、このまま脱いじゃいますよ。大丈夫です。下にスパッと入ってますから。はい。それをね、ちょっと今っぽくするには、僕がちょっと今回用意してるのは、ブルーデニムではなくて、ですね、こちらなんですね。こういったちょっと深めの色合いのこういったリジットデニムっぽいもの。しかも、シルエットとしては、こう、スラックス調のもの。そういったものがですね、やっぱり一本あると、ちょっと今っぽくなるのと、大人っぽくなるかなと思うので、ちょっとこれを履いてみますね。だいぶね、見栄え変わってくると思いますよ。はい、これ。すいませんね。もうそのまま撮って、そのまま出しますので、何かとね、ちょっと不具合があったら申し訳ないんですが、はい、こんな感じでちょっと合わせてみましたが、どうでしょうか。まあ、スラックス調にするということで、ちょっとね、先ほどよりも見栄えとしては、タイト感がちょっと減ると思うんですね。この腿周りにちょっとゆとりは出るんですよ。だけど、膝から下はテーパードが効いていて、綺麗なシルエットなので、大人っぽさもあります。で、色合いは、より深めなので、ちょっとこう雰囲気としては大人っぽい感じに仕上がったかなと思いますね。うん。こういった感じでちょっと今っぽさを出してあげるのもいいかなと思います。普通のブルーデニムの色落ちがしたやつもいいんですが、ちょっとこう変化球をつけてあげて、デニムスラックス濃いめのもので大人っぽく白 T を着ていただくというのも、これまたバランスがいいんじゃないのかなと思いますね。うん。僕もこのスタイルだったらなんか気恥ずかしくなく外に出れるかなと思いますし、潔さもありますよね。白とブルーというところで、もう男性の定番的なカラーなので、こういった着こなしもすごくいいんじゃないのかなと思います。はい。いいですね。うん。あとはですね、ボトムス。僕の中では、なんだかんだで一番鉄板だと思うものがありまして、それに着替えてみますね。はい。もうね、皆さんもご想像がついてると思います。あれですよ、あれ。あれを履けば、簡単にコーディネートが完成します。まあ、このあたりのね、レジットの深めのですね、デニムもいいんですが、色は深めのやつもいいんですが、まあ、一番簡単なのは、もうこれですよね。ここに待機してます。黒ですね。黒パン。今回はシルエットはですね、タックテーパードパンツもいいんですけども、まあ、それよりももうちょっとオーソドックスな、スマートアンクルパンツですね。これを履いてみたいと思います。はい。これだと、腿周りに適度にゆとりがありつつも、膝から下テーパードということで、まあ使い勝手がいいんですね。ちょっとウエストが緩いのでギュッと結びますが、こんな感じで履いてもらって、いつもね、チャックをね、締め忘れるっていうね、失態を犯すので、ここちゃんと締めまして、こんな感じです。はい。まあブラックのこういったスマートアンクルパンツみたいなオーソドックスなもので合わせてもらうっていうのが、まあ王道的で使いやすいんじゃないですかね。白と黒のモノトーンでしっかりと締めてあげるようなスタイルっていうことで、まあこれは王道感があっていいんじゃないかなと思いますね。まあ先ほどの、デニムスラックス同様にシルエットには少しゆとりがあるので、まあ現代的な見え方になるので、ちょいゆるちょいゆるというところで、まあサイズ感もですね、バランスが取れてくるかなと思います。ただですね、先ほどのデニムスラックスって色合い的にですね、ちょっと面白みがあったかなと思うんですが、ブラックだと超シンプルですね。これはこれでいいんだけども、ちょっとこれでもなんか物足りないな、ド定番だなと思うときに、今度いじってもらいたいのは、靴なんですよね。今、白レザースニーカーをずっと履いてきたんですね。これはオールスタークップで、まあ使い勝手としては最強にいいです。レザースニーカーの中でもほとんど個性がなくて、プレーンに使いやすいんですけど、だけどこう白 T と合わせると、まあめちゃくちゃシンプルになってしまうので、これをちょっと変えてみたいと思います。じゃあどう変えていくのかというと、ちょっとここにトレンド感があるものを加えるという意味では、ニューバランスのスニーカーですね。これを加えていきましょうか。これにするだけでもまたぐっと変わってくるんですよ。どうでしょうか？ああ、いいっすね。だいぶ変わりましたよ。はい。こんな具合ですね。はい。なんかね、シンプルな着こなしの時にこそ、こういったニューバランスを合わせてもらって、足元にポイントを持ってくるっていうのもすごくいいと思うんですね。まあ、スマートアンクルパンツのような、ちょっとこう、スラックス調のアイテムと、ニューバランスってすごく相性がいいんですね。で、ニューバランスってセクシーな着こなしとか、色気のあるような着こなしに合わせるよりは、こういったなんか、ベーシックな着こなしにすごく合ってくるので、どうでしょうか？こんな感じ合わせるのも、めちゃくちゃバランスがいいんじゃないのかなと思いますね。はい。だいぶこう、漏れてきたと思います。T シャツのサイズ感を変えてみるだとか、あとはボトムスをですね、ちょっと緩めのブラックのスラックスにしてみて、こういったニューバランスをスニーカーを合わせてみるっていうのも一つの手なので、これぐらいになってくると、すごくバランスがいいんじゃないのかなと思います。あと
ただこれにプラスして、こういったなんかこう、メガネだとか、サングラスだとか、こういったものをかけてあげるっていう感じで、さらにですね、アクセントを取り入れるのもいいかなと思います。僕はもう夏場はこういった、メガネなんだけども、ちょっとうっすらカラーの入ったようなカラーレンズのメガネをかけてるんですね。で、顔周りをちょっと持ってあげるだけでも、だいぶ印象が変わるんですね。こんな形で、なんかシンプルなんだけども、ちゃんとこう、メガネだとか時計、バングルっていうところでアクセントが入っていて、シンプルになりすぎないっていうスタイリングにしてあげると、すごくバランスがいいんじゃないのかなと思いますね。これがまあベーシックな白 T の着こなし方ではあるんですが、これに追加してもうちょっとトレンド感を高めたかったら、ボトムスのシルエットをもっとゆったりにしてしまうという手もあります。スマートアンクルパンツではなくて、タックテーパードパンツにするというのも一つの手だと思いますし、まあデニム系でも最近オーバーサイズのデニムなんかがあるので、そういったものに振ってしまうのもいいかなと思います。いかにですね、他のアイテムでアクセントを取り入れるのかというところが大切になってくるので、ぜひですね、そのあたりを意識しながら、白 T というものをですね、皆さん、存分に楽しんでいただければなと思っています。しまった。もう一つだけ伝え忘れたことがあったので、補足でお伝えしていくんですが、まあこういったですね、ニューバランスのスニーカーも合うんですが、もう一つですね、皆さんにお伝えしたいコーディネートがありまして、それがここにあるですね、グルカサンダルですね。ちょっと今靴下履いてるので、脱ぎますが、こういった形で足元をですね、グルカサンダルにしてあげることで、ちょっとこう清涼感が出たりだとか、今年らしさっていうところも出せるので、ちょっとね、こちらも履いてみたいと思います。はい、だいぶね、変わってきますよ。今僕が履いてるのは、GU の昨年のグルカサンダルなんですが、足元がね、こういったサンダルっぽいもの、今年はこういったレザーサンダルみたいなものがね、結構トレンドになってるので、こういったものを合わせてみると、より大人っぽい感じになって、変化球が出せるのかなと思います。クロスラックスにも合いますし、先ほどのデニムスラックスなんかにもグルカは合いますので、ぜひ試していただきたいですね。あとはですね、白 T の質を上げるという手もあるんですね。今ユニクロ U のエアリズム着てますが、まあ、夏は T シャツ1枚で過ごすことも多いし、主役級のアイテムなので、ちょっと価格帯を上げてみるのもいいかなと思ってまして、まあ、その時にですね、例えばセレクトショップのオリジナルですね、先日僕が見つけて結構感動したのが、ユナイテッドアローズのこちらの T シャツなんですが、まあ、めちゃくちゃね、雰囲気がいいんですよ。素材の質感もいいし、柔らかな光沢感があって、フィッティングもすごく良かったので、ちょっとこちらに着替えてみますね。そうするだけでもだいぶ雰囲気が変わるんですね。はい、これちょっとまた脱がしていただいてね。すいませんね、なんか。こんな姿をね、YouTube で見せるのも、僕もね、なんか、心苦しいなと思いつつ、ちょっと面倒くさがりなところがね、出てしまうんですが、この T シャツなかなかいいんですよ。本当にね、光沢感があって、まあ、どんな違いがあるのかっていうと、まあ、見た目的にはね、そんなになんか、皆さんにとってわからないっていう感じもあるかもしれないですが、ちょっと皆さん見てみてください。はい、どうでしょうか。うん、なんか動くとわかると思うんですが、表面にね、柔らかい光沢感があるんですね。袖の長さはですね、ユニクロのエアリズムよりは少し短くなるんですね。で、身幅もちょっとゆったりはしていますが、すごくね、襟周りのこの雰囲気、リブもちょっと太めで、非常にこうデザイン性もあるという形です。シンプルなんだけども、なんかこう、どの部分をとってもバランスが最高なので、こういった T シャツのクオリティを上げてみるというのも一つの手だと思いますね。白 T って本当にピンキリでいろんなものがあって、ユニクロもあれば、あとはヘインズの T シャツとかもあったりしますし、様々な価格帯がありますが、中でもこういったセレクトショップのオリジナルだと、だいたい7000円とか、それぐらいになってきて、まあ安くはないんですが、もう主役級のアイテムなので、ちょっとここに投資をしてあげるだけでも、だいぶね、上品な見え方してくれると思います。こういった白 T っていうのは僕も着ていて気分が上がるなと思ったので、ぜひ皆さんもですね、T シャツの質を上げてみるというのも一つの手段としてはいいかなと思うので、ここも参考にしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では白 T シャツというものを使っていかに素敵にコーディネートをするかというところですね、皆さんにお伝えさせていただきました。正直ですね、僕自身も白 T ってちょっと苦手意識があったんですね。まあ素敵で使いやすいんだけども、どうしてもこう退屈に見えてしまったりだとか、なんかこう失敗すると肌着に見えるっていうところがあったんですが、まあ今回お伝えしたようなポイントを押さえていただければ、白 T にですね、おしゃれさを足しながら
バランスの取れた着こなしができるかなと思うので、ぜひ皆さんですね、この中で一つでもいいので、試してみながらですね、白 T を存分に夏に活用していただければなというふうに思っています。まあ、こんな形で、こちらのチャンネルでは、メンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説しているんですが、もう少し中級者向けのアイテムですとか、コーディネートの解説に関しましては、僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で取り扱っています。こちらはですね、2週間日曜の頻度で、ライブ配信もやっていますので、気になる方は動画の概要欄からチェックをしていただければなと思っています。あともう一つですね、最近オンラインサロンをスタートしました。なかなか動画を見てる時間がないよなという方はですね、文章と写真ベースでサクサクとメンズファッションの情報をですね、取れるような記事をですね、1日に大体5、6記事書いていますので、そちらの方もですね、概要欄からチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。